健康な美しさを、取り戻したい女性の方へ、美腸活専門家佐藤澄香です。私自身ですね、実は約15年前に、ひどいこう体調不良に見舞われた経験があるんですね。で当時は、今の顔のですね、もう2倍ぐらいこう腫れ上がっておりまして、もう顔はもう水泡で埋め尽くされていたんですね。でも奥からこう体液がどんどん流れ出しますし、原因不明のその微熱もこうずっと続いていました。ですから人前にも出られず、もう動けない状態が、続いていたわけです。でもちろん当時ですね、いろんなことを試したんですね。西洋医学、東洋医学、もうその他もうありとあらゆるです。ただこの体調不良はですね、もう一向に改善しなかったんです。ところが今現在はですね、こうして自信を持って人前に立って、講演ですとか講義、そういった活動にも楽しく取り組むことができているんです。では一体私が何をしてこのように改善したのかということなんですけれども、それは腸内環境の改善なんです。ですので、今現在ですね、私が経営しております女性専門の整体サロンにお越しの、クライアントの方へも、こうしたそのもうお体のこう根本からケアする、美腸活の指導にも、日々取り組んで、おります。本当にですね、もう私はこのチャンネルを通じて、さまざまな体調不良ですよね、腰痛肩こりの方もおいでですけれども、例えばご自分でなかなか痩せれない、頭痛や、ひどい便秘、肌荒れ、生理痛であったり、またアレルギーをお持ちの方とかですね、そういったお体のこう不調に悩んでいらっしゃる女性の方を救いたい、力になりたいという思いで、このチャンネルを通じて情報発信を日々させていただいております。このチャンネルの情報があなたにとって役立つことを心から願っております。ぜひ、チャンネル登録をしていただきまして、あなたの、健康な美しさにお役立てください。